今日めっちゃ入学式っぽくない？あったかいし。思いません？めっちゃいいですよね、本当。福島県南相馬市立小高中学校。東京電力福島第一原子力発電所から20キロ圏内にある元の校舎に6年ぶりに戻ってきました。ひどいと思う。え、男子何年？ 1,2,3,4,5 男子8ぐらいじゃん。 7? なんか8、7だよ。女子が6、女子4人打つ。実習で行ってバスケ部ですって言ってみんなおいでって言ってきたらみんな来てくれる。デミー何が？絶対テニス部に呼ぼうな。おいでって先輩、来ないと。先輩だってそれはもう来ない、それは来ない、それは来ない。帰還後、初めての入学式です。女子8人、男子5人、全部で13人の新入生が入ってきました。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。小高中学校を選び入学してくれて本当にありがとうございます。新入生歓迎会で 2,3 年生は震災時に小高中で生まれた歌を披露しました。群青です。新しい1年生は小学校の入学直前に震災に遭いました。何も分からず避難し、小高のことはあまり覚えていません。震災の記憶が薄れる中、一つの曲を歌い継ぐ中学校の1年を追いました。2017年4月、原発事故後6年ぶりに元の校舎に登校した子どもたち。66人の生徒のうち、小高区にある自宅から通っているのはわずか19人。残りは今も避難先の住宅からバスで通学しています。いつから小高に？いつからもうあれだ、春休み入ったもう3日ぐらい前じゃねえわ。じゃ電車通ってる時間までは結構電車の音めっちゃ聞こえるんですけど、電車なくなった瞬間もうシーンあと周りに友達いないんですよ。これまでとは違う広々とした校庭。13人の新入生はバスケ部に4人、ソフトテニス部に7人、文化総合部に2人が入部しました。新入部員がゼロだったサッカー部は3年生の引退と同時に休部決定です。かつては全国大会に出場するほど強い部がたくさんありましたが、今残っている部活は3つだけとなりました。2011年3月11日、東日本大震災で津波被害を受けた小高区。続けて起きた原発事故により、立ち入り禁止の警戒区域に指定されました。小高区でただ一つの中学校だった小高中は、北に20キロ離れた鹿島小学校の校庭に建てられた仮設校舎に移転。子どもたちは全国に散らばり、残った生徒はわずかでした。この厳しい環境の中、一つの歌が生まれました。これが群青です。震災翌年、音楽の小田美希先生が津波で同級生を失った学年の子どもたちと一緒に作り上げました。避難でバラバラになってしまった友達や小高への思いを歌っています。3年生の中には兄弟から当時の話を聞き、群青に特別な思いを抱いている生徒がいます。うちのお姉ちゃんの代とか、みゆのお姉ちゃんの代が群青作詞して歌ったんです、一番最初に。その時のなんか動画とか見るとめっちゃ伴奏が、めっちゃ感動するんですよ本当に。
会いたいよ。これこそ群青だね。誰に会いたいの？誰に会いたい？ね、思うよね。うん、こう群青の意味を分かって歌ってほしいよねみたいな。ずっと話してた。お姉ちゃんも言ってたそれ。ねえ、うちの姉ちゃんも言ってた。群青の曲が生まれてから3年目。事故当時の学校を知る先生は全て別の学校へ移動となりました。本日は入国の時間帯に完全ではないので、それでも戻したいというのが監督の考えです。入ったけど2学期はまだ早いじゃないですか。避難指示解除の時期が一度は公表されたものの、原発に近い小高に戻るのか、このまま避難先にとどまるのか、住民同士でも意見が分かれ、学校でも帰還の話は触れることのできない雰囲気が強まりました。我々大人でさえね、その何が正しい情報なのかっていうのが分からないまま、避難したり、あるいは次の避難指示の解除とかなんかの情報ですね、果たしてこれも正しいのかどうかもよくわからないっていう子どもたちは、もっとそれは強烈にイメージしているんじゃないのかなって、そういった意味での心配がありますよね。元のように戻るっていうことはもうね、おそらく不可能に近いことだろうと思うので、その中でも小高に戻って小高の中学校で学びたいという子どもたちにはね、やはりこう目標を持って、また夢を持ってチャレンジできるように、私たちもサポートしていきたいなって思いますけどね、予定より3ヶ月遅れの避難指示解除。学校が再開するまでの半年は、子どもたちがスムーズに以前の校舎に戻れるよう、現場の教師たちが整備を重ねてきました。1学年6クラスあった大きな校舎。広々とした3階建ての校舎を探検して回る生徒もいます。広すぎてもどこかどこかわかんない。潜入した校長室でテニス部のトロフィーを見つけました。テニスだ、あ、書いてある、本当だ。他にも記念品がずらりと並びます。子どもたちには知らない歴史です。実は校長の荒木先生は小高中の一期生。2年前にこの学校に着任し、今年定年退職を迎えます。私が中学生時代の名札になります。そうですね、もう45年前ですか。新しい小高中の再スタートの年、それがたまたまね、私にとっては最後の年になるんですけども、やっぱりこうなんとか軌道に乗せてね、元気な学校にしていきたいなって思いますけどね。荒木先生は中学時代野球に没頭、教員となり家庭を持った後も小高で暮らし、2人の子供も小高中出身です。かろうじて一本立ってる松の木ありますよね、はい、この松の木をもう越えるような波しぶき、波が襲ってきて、だからここで言うとその電柱の半分、この電線ね、電話線ですか、黒い、はい、ここら辺まで来てたってこと、はい、ちょうど荒木先生の自宅は
津波が迫った海側にありました。津波被害からは免れたものの、周りの景色は様変わりしてしまいました。一時帰宅した際、机の中にしまっていた母校の名札を発見したといいます。町を案内する荒木先生の車から流れてきたのは、あの群青の曲でした。自転車を漕いで行った海っていうのは、大体はこのルートを通っていくんですよ、自転車で。そうなんですか。はい。結構坂がある。町自体はね、まだ眠りの中にいるのかなというイメージですね。これを事実としてしっかり受け止めてですね、そして、そこからどうするのかということを問われ続けているのが、この7年間だったろうと思います。ここにね、お店屋さんが前はあって、で海に行った帰りとかね、子供たちが寄っていろいろ。ここにお店屋さん、はい、もう流されちゃった。群青祭の季節がやってきました。小高中には事故前から運動会がないため、文化祭は年に一度、全校が一つになる重要な行事です。震災後も伝統を絶やさないよう、毎年工夫を重ねてきました。帰還後初の群青祭となる今年のテーマは、Our New Stories。自分たちの手で新たな物語を作りたいという思いが込められています。その初めてだから、ここに帰ってきてからの文化祭がだから、もうめっちゃ盛り上げます。3年生に卒業式の時に、何が一番記憶に残ったって言った時に、群青祭って言ってもらえるようなものにします。ありがとうございます。さよなら。7年ぶりに小高中学校で群青祭を開催できますこと、とても嬉しい限りです。小高中に戻ってきてよかった。みんな、小高中の伝統受け継ぐだけじゃないの、私たちで新しく作るの。なら楽しかったです。新しい文化祭のストーリーが開けたかなと思って、来年もまた違うストーリーを開いてほしいと思ってます。朝6時半過ぎ、学校から35キロ離れた相馬から通っている生徒が通学バスに乗り込みます。学校まではおよそ1時間。朝起きるの大変ですけど、その分バスの中で寝れるので、いや、苦労はしてない。
らは90の30度、ここ書いてないけど60度。中学校が開設されて70周年3学期の終わり、荒木先生は子どもたちへ残す小高中の記念誌を完成させました。途中ですね、大震災とか原発事故、仮設校舎等のね、非常に苦しい事態もあったと思いますけれども、この記録が皆さん私自身だけのものでなくて、皆さん自身が次の世代に伝える、そういう役割もいずれ担っていくことになると思いますのでね。やっぱりこの東日本大震災と原発事故というこの大きなアクシデントは、小高中の歴史を語る上ではこれから何十年何百年も外してはならない、外せない、ことだと思うんですね。でそれを何よりも現在の生徒たちがよく理解して、次の世代に伝えていくということも彼らにとって大きな使命になってくると思っています。皆さんは小学校2年生の3月から昨年度まで転校や仮設校舎と過酷な学校生活を送られました。本当に当たり前が幸せと知った一年でありました。卒業証書、なぜ自分はここに移動しているのかとか転校しなくちゃいけないのか、ほとんど理解できないまま あちらこちらと動き続けたんだろうと思うんですね。子どもたちのいろんな記録を見ると寂しかっただろうなって思いますよね。ただ単に学校が戻った、群青の町といわれる小高に戻った、それだけでこの群青ので歌われている思いは完結はしてないんですね。当然ね、国とか地域を超えてね、共有しなくちゃいけないことだなと思います。大切にね、歌いつないでほしいなと思います。